Hi, ladies and gentlemen, boys and girls. My name is I'm Shun. I'm Shun です。さあ、今回は先日 YouTube にアップした Wayback Home のカバーリミックスのトラックを解説していきたいと思います。OK、じゃあ早速、ちょっととりあえず一回トラックを聞いていきましょう。Remember when I told you no matter where I go, I'll never leave you soon. You will never be alone.はい、まあこんな感じのトラックです。まあフルはあの本編で聞いてください。ぜひあの URL 概要欄に貼っとくのでフルは聞いてください。で今回のトラックなんですけど、まあどういう感じのトラックが入ってるかっていうのをちょっと解説させていただきます。でトラック数は全部で、59トラックぐらいですね、非常に少なめです。できるだけ少なく、仕上げるように今回心がけました。あまり音数を入れすぎないでよりシンプルな、感じで仕上げることを意識してトラックを作りました。ビートネタ的にはちょっと一個一個としていきたいと思います。まあ、まずはキックですね。で、まあ、で、スナップ。で、シェイカー。もう一個シェイカー入ってますね。で、フィル。このフィルは僕が大好きなフィルです。で、クラッシュと、ライド的な感じ。これが基本のシンプルなビートかな。で、最後だけ、最後のサビだけムーンバトンのドラムループが入っています。ちょっと待って、ごめん。ウーバーイーツ来ちゃったよ。頼んでたら KFC が来ました。今日はチートで、いつもね、あんまり飯、脂っぽいのとか、炭水化物とか食べないんですけど、もう今日はね、ちょっとビッグな仕事をやり終わった後だから、ちょっと自分にご褒美ということで、ケンタッキー、ウーバーイーツしました。いらないね、この今のカット。早いな。ケンタッキー来たよ。ほら、イエーイ。じゃあちょっとこのテンションでやっていきましょう。どのテンション ？OK、Let's go。By the way、最後のサビにはムーンバトンのループが入っています。こんな感じですね。抜くと。こんな感じですね。入れると最後のサビだけちょっとメリハリをつけたかったので雰囲気を変えるような感じでムーンバトン入れました。これにベースを入れるとシンプルなベースですね。でサブベースも一緒に入っています。これはずっとなんかうねるようななりの、まあ、大体50から70ぐらいのあたりの音が鳴ってるって感じですね。で、それを踏まえて聞くと、こんな感じで、あとはピアノ。やっぱピアノが入ると一気に雰囲気が出てきますね。すごくシンプルなピアノですね。ピアノはシンプルにしていて、なぜかというと、その上にプラックを乗せるんですけど、プラックが結構動いてるんですよね。
ントロのプラック と,、ドロップのプラックを分けてて、イントロは歌が入ってるので歌のところではプラックを入れると結構あのドロップメインのリフとちょっとぶつかっちゃってちょっとごちゃごちゃして聞こえるので、ドロップだけはシンプルに仕上げています。そんな感じですね。まあ、ピアノ入れて、次はもう一個プラックの音入ってるの、これそうだそうだ、このフラッグは2つの音を使ってて、でこれがね、メジャーレーザーのリーオンっていう曲のちょっとプラッグと近いものを、いろいろと付け足して自分で作った音です。アタックが遅いっていうのが、リーオンっぽくて、プラスちょっとパキッとした、上のフラッグを付け足すと、2つ合わせるとこういうプラッグができます。でそこに、大事なドロップで大事なこれなんだ、あとは声のパッドっすね、ボーカルパッドっすね、ゴスペルの人たちがわーって言ってるような、声をパッドの音に今回はしています。はい、なんかちょっと隙間埋めでパッドが欲しかったんですけど、普通のパッドじゃなくてボーカルのパッドの方が良かったかなと思ったんで、今回ボーカルのパッドにしました。でその上にストリングスのバイオリンですね。これがなんか隙間埋め的な感じになっています。でこれはなんだ、これはピアノの、ドロップの、リードメロディーですね。今回リードメロディーはホイッスルですね、ホイッスル。あとフルート、あとギターですね。で今までの音を、全部これプラス、あと別で生でギターを取りました。これは L、レフトから、流してるギターの音です。でもう一個はライトから流してる音です。ステレオ感出すために、右左左右で、撮っています。で僕の好きなマセラッティっていう、ウェーブスのプラグインを入れています。アコースティックギターには僕は絶対このマセラッティをかけています。でそのギターも、入れてドロップを聞いてみるとこんな感じですね。
はアビーチの Friend of Mine っていう曲があるんですけど、その曲をマッシュアップしました。キーが一緒だったので Way Back Home と、とても合ってるなと思って、今回 Friend of Mine の、リード、メインディフを入れさせていただきました。してるピアノと普通のピアノ2つで流してますね。で最後のドロップでは、さっきも言ったムーンバトンのドラムのループも、一緒に入った大サビという感じになっています。で最後のサビは、アビーチもよく使ってる、サイレンス1っていうシンセサイザーで、アビーチっぽい雰囲気の音色を使って、奏でてみました。これと、一緒に入っています。なぜかというと、まあ、ここのメインの、ね、最後の大サビ入ったところの Friend of Mine のドロップから最後の歌ありのドロップに行った時に、とアビーチの Friend of Mine のメインリフの音色の方がちょっと耳に残る音色を使ってるので、今までの1番2番のドロップだけの音色だとちょっと弱かったので、最後だけメインリフにシンセサイザーの鳴りが強い音を入れてみました。はい、これによって、最後のサビがテンションが下がらず、そのまま勢いのままクライマックスに行けるっていう感じの聴き方になってると思います。はい、はい、でボーカルの処理ですが、まずはアイゾトープのノイズを切ってですね、ノイズをきれいに切って、でいろいろかけてるんだけど、一番大事なのは、いつも僕が、まあ、ボーカル処理に時間かけてるのは EQ 処理ですね。モコモコしてる部分とかハウってる部分を、きれいに丁寧にカットしていって、すごい綺麗にボーカルが出るように処理するのをいつも心がけてミックスをしています。そのおかげですごく前に出るボーカル処理になっていると思っています。はい、聞いてみるとこんな感じです。最後のサビでも音がいっぱい入ってるんですけど、ボーカルも綺麗にたくさん聞こえる感じに仕上がっています。聞いてみましょう。注目してほしいのは RMS 音圧ですね。 RMS っていうのは音圧なんですけど、 RMS がマイナス5ぐらいまで出てるっていうのが一番重要なポイントかなと思います。でこれ RMS 何かっつったら、例えば海外の、アビーチとか、ニッキー・ロメロとかデイビッド・ゲッター、もういろんな EDM の、
DJ アーティストさんいるんですけど、みんなだいたいマイナス5からマイナス6の音圧まで綺麗にちゃんと出ています。で、僕も、例えば DJ でプレイした時にやっぱここまでの音圧がないとミックスした時にすごく違和感があったり、ミックスバランスがあんまり良くないっていう感じになったり、あとやっぱその音圧が足りない分 DJ でミックスしてても次の曲がなんか落ちちゃうっていうことがないように、ちゃんとこの音圧 RMS っていうのはしっかりと海外の音圧と比べられるぐらいしっかりと音圧を上げてミックスをしています。でここまで音圧を上げてキックも綺麗に聞こえて、ボーカルもちゃんと前に出て綺麗に聞こえるっていうミックスは結構難しいんですけど、慣れていくと、すごく綺麗にミックスができるようになります。はい、ここまでが、先日 YouTube にアップした Way Back Home のカバーリミックスの、曲トラック解説でした。でここからはちょっと番外編なんですけど、実は、まあ、YouTube にアップしたカバーには載せてなかったんですけど、実験で入れてたボーカルネタがありまして、ここにリーオンっていうトラックがあるんですけど、みんなも大好きなメジャーレーザーのリーオンっていう曲もキーが一緒なんですよね。でそのボーカルネタを途中で入れるっていう、ちょっと遊び心ある、ネタものも実は入れてたんですよね。まあアップした動画では、これを抜いてる状態にしました。ちょっと聞いてみますか。リーオン入ってるとこんな感じです。今聞くと入れてた方が良かったかなと思ってきたんだけど、まあ、このボーカルネタだけは実際のメジャーレーザーのボーカルネタ使ってるんで、まあ今回抜いたんですけど、 DJ とかのミックスの時とかにはプレイの時には入れたやつとかをプレイしようかなと思います。でもすごく遊び心あって僕は好きです。とっても相性も合うし、結構合うんだなと思いました。はい、という感じで今回は先日 YouTube にアップした Way Back Home のカバーリミックスのトラックを解説しました。こんな感じで、また、僕が作ったトラックとかを解説して YouTube にアップしていきたいと思いますので、興味あったら見ていってください。本編はこっちから見てください。その他いろんなカバーリミックス公開しているのでぜひ見てみてください。そしてチャンネル登録一緒によろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。アヤムシュンでした。また次回の動画を楽しみにしててください。